コンとポンさん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさん、今日あの DM で中西組ですか、はい、のことで何かないですかって聞けたみたいですが、中西組のことで、はい、ありますか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ今日は中西組でよろしくお願いします。はい、そしてこれね、あの、はい、DM とかくれてる順番でやってるんですよ。あ、そうなんですね。はい、だから結構、はい、あのどこどこまだですかとか来るんですけど、はいはい、あの結構もう100件以上溜まってるんですよ。あ、なるほど。あの知ってる話だけでもね。ポンさん真面目ですね。ちゃんと順番に行ってたんですか。はい、順番に行ってるんですよ。あ、そうなんですね。はい、はい、だからあのまだあの人はちょっと順番がまだ来てないっていうことで。あ、じゃあ順番で行ってるみたいなので、そこはよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日は中西組の話で、はい、お願いします。はい、あの五代目山口組当時の、はい、初代中西組のね、はい、枝の人で、はい、K さんっていう人がいてたんですよ。 K さん、はい、はい、その K さんはね、国立大学出て、はい、あのずっと勉強してきた人なんですよ。頭いいですね。頭いいんですよ、はい、ものすごくいいんですよ、はい、でもあることをきっかけに、はい、まあ、ちょっと飲み屋さんにはまっちゃって、はい、そこでちょっといろんなことがあって、いい会社に行ってたんですけど、はい、辞めて、はい、ヤグダをするようになったんですよ。なるほど。で、中西組に行ったんですけど、はい、頭が良すぎて、はい、結局バカなんですよ。良すぎてバカなんですよ。その世間を全然分かってないんですよ。あ、なるほど。勉強ばっかりだったから、はい、ヤグダのことも全然分かってないんですよ。なるほど。その K さんが、はい、知り合いの、はい、まあエリートの人ですね、はい、人から、はい、ある地域の老人ホーム、はい、大きい老人ホームが脱税してると、はい、脱税、はい、はい、してると、はいはい、その書類が段ボールに3箱あると、はい、それを買ってくれへんかって言われたんですよ。はい、2000万か3000万かちょっと覚えてないんですけど、はい、買ってほしいと、はいはい、それ言うのもある出入り士が、はい、ずっと担当して脱税をしてたんですよ。はい、その方が遺書を書いて亡くなったんですよ。なるほど。そこにこの不正を世間に暴露してほしいという内容の遺書があったんです。はいはいはい。その家族がその人に説明して、その書類を全部渡したんですよ。はい、これを表に出してほしいと。なるほど。この不正をね、はい、その老人ホームのオーナーっていうのはものすごくその地域では有名な人で、はい、お金もあって、はい、知名度もあった人らしいんですよ。はい、その書類を K さんに買えへんかと。はい、K さんは周りみんなお金持ちとかが多いからエリートなんで、はい、みんなに相談して、はい、お金を集めて、はい、2000万作ったんですよ。あ、そうなんですか。はい、2000万か3000万か、はい、それでその書類を買ったんですよ。はい、その時に中身確認してくれよと言ったんですけど、はい、あ、大丈夫大丈夫ってその書類を持って帰ったんですよ。はい、それでいろいろまあ帰って出入り士の免許持ってる人間とその書類を調べたらしいんですよ。はい、ほぼ事故になってるらしいんですけど、はい、まあ大丈夫やろと、はい、いうことで K さんがそこの老人ホームに内容証明を送ったんですよ。はい、脱税してますよねっていうような内容を書いて、はい、自分の電話番号と、はい、まあ、そこから1週間ぐらいしたら電話かかってきたらしいんですよ。はい、会いましょうかと、はい、いうことでその老人ホーム側からね、はい、であるところに会いに行ったんですよ。はい、あるホテルにね。はい、で友達2人を若い衆みたいな風にして、はい、こう偉そうに行ったらしいんですよ。はい、派手なセーター着てね。はい、向こうはスーツの紳士が2人座ってたらしいんですよ。はい、で、あ、どうもっつって行って、はい、そしたらどっか組織の方ですかって言われたらしいんですよ。はい、で、あの自分中西組のどこどこ組の誰々ですと、K ですってこう名乗ったらしいんです。はい、向こうは関東のある組織の、はい、まあ、あの当時だったら誰が聞いても分かるような名前の人だったんですよ。はい、まあ、私どこどこ組の誰々ですと、はい、まあ、どこどこ会か、はい、誰々ですと、はい、こうなったんですよ。はい、まあ、K さんはヤグダのこと全然分かんないから、はい、だからっていう話なんですよ。なるほど。で、あのここの老人ホームは、はい、うちの親分の関係先なんで、はい、すいませんけどって、まあ、いうふうに言われたらしいんですよ。はい、K さんは、はい、だからって言ったらしいんです。なるほど。まあ普通そんな会話に出たらならないんですよ。はい、でも K さんは何も分かってないから、はい、だからと、はい、意味分かってますかと
うちの親分の関係先なんですよって、まあ、はい、もう一回言われたんですよ。はい、アケイさんは、意味は分かりましたよと、はい、だから何ですかと、はい、自分はお金が欲しいから、はい、恐喝してるだけですと、はい、これから恐喝しようと思ってますと、はい、だからそれがお宅の親分と自分と何の関係があるんですかと、自分の親分でも何でもないからってこう開き直った言い方したんですよ。はい、だからこれどっちがなんですよね、ほんまのアホか、はい、わざとこういう風に煽ってきてるんかとか、はい、やる気やとか、はい、まあいろんな取り方があるんですけど、はい、その相手の方は、はい、あ、こいつはただのアホやなって分かったわけなんです。なるほど。それで一人の人が立って電話をしに行ったらしいんですよ。はい、あ、10分ぐらいしてからそれでまあ話はしてるんですよ。はいはいはい、あ、10分後ぐらいに K さんの電話があったんですよ。はい、親方から自分、はい、我らに探すんじゃこれなりますよね。何そんじゃすぐ帰るなアホっつって、はい、ドアホがってこうなったんですよ。はい、だから K さんはまあチン殺されたと親方に、はい、内緒にしとったからね、はい、チン殺されたと、はい、で最後にこの書類表に出しますからと、はい、世間に暴露しますからって席立ったんですよ。はい、立った瞬間に、はい、表に出たらあんた殺すよって言われたんですよ。なるほど。 K さんはね、はい、で K さんちょっとビビってしまって、それで、はい、まあ、これほんまに殺されるん違うかと、はい、思って、はい、でまあ帰ったんですよ。はい、俺方にものすごく叱られて、はい、我々相手誰か分かったんかこらーと、はい、まあいろんなことを言われて、そこで、はい、上同士の話になったんですよ。はい、その時にね、あ、書類をとりあえず持ってこいと、全部、はい、残らず、はい、で書類まあ親方の方持って行ったんですよ、はい、K さんはね、はい、あ、とりあえずこれ俺が預かると、はい、お前は絶対一切このことを外に出すなと、公表するなと、はい、いうことになって、その書類は向こうに戻ったんですよ。はい、でも K さんは 2,3 年前の金が出てるわけじゃないですか、ね、そうですよね、借金してね、はい、出てるんですよ。はい、それを親方に、いや自分も金が出てると、はい、その金はもらってくれと、向こうから、はい、だから書類返したら俺は返ってくるんですよ多分。はいはいはい、でも書類はもう返さないわけなんですよ、あの親方がね、はいはい、もちろんもう出さないじゃないですか。はい、その書類を向こうに返したんですよ。はい、向こうからお金は出てるはずなんですよ。はい、おそらくね。はい、でも K さんには1円のお金も載ってないんですよ。なるほど。まあ、K さんはそれに嫌気させて、はい、もうやめますと、はい、こんな組やめてやると、はい、言いに行ったわけなんですよ。はい、そしたらそこのまあ枝ですけど、はい、枝のまあ執行部の人もいるじゃないですか。はい、お前やめるって簡単に言うけど、けじめつけんかいってこうなったんですよ。はい、ただ K さんはヤクザのこと何も分かってないから、はい、もう会社を辞めるぐらいの感覚なんですよ。はい、もういやいや辞めますよ、何のけじめですかとか、はい、逆にけじめつけてほしいですよとか言うんですよ。はい、まあ頭は賢いから、はい、口は回るんですよ。はい、何のけじめですかと、意味が分かんないですとか、まあ、言い出すんですよ。はい、そして連絡を取れへんがって、はい、K さんが、はい、でそっから3年後ぐらいして、はい、K さんは違う事業で成功してね、はい、で自分の元の親方に、はい、金利でお金を貸してね、はい、潰していくんですよその組を。お金で、でいろんなヤクザにお金貸して、はい、もう法定金利で貸すんですよ、はい、捕まらないように、はい、それでもやっぱり素人が流しに来るんですよみんなね、はいはいはい、でもそれを差し押さえしたりとか、はい、いろんなことをいろんな手を使っていくんですよ。はい、だからヤクザはこの世からなくなった方がいいみたいなね、もう、はい、いう感じでどっかでまた切り替わるんですよ、はい、賢すぎてアホなんで、はい、それでいろんな悪いことをヤクザに向いてしていくんですけど、はい、ある日連絡取れなくなって、はい、未だにどこにおるか分かんないらしいです。謎ですね。謎なんですよ。それはまだその脱税の書類は持ってたん違うかっていう話もあるんですよ。コピー取ってたん違うかとかね。なるほど。だから誰がどうしたのか分かんないですけど、いきなり連絡取れへんかったらしいです。なるほど。もしかすると、はい、もしかするなっていう話も出てましたね。ですよね。当時ね、もう結構昔の話なんで、はい、あれですけど。じゃあもう今は行方知れずと、はい、まあもしかしたら海外で元気にしてるのかも分かんないし、もうそういうことはやめようと思って下向きに今違う授業をしてるんかわかんないですけど、とりあえずものすごく賢いらしいんですよ。すごいですね、K さん。考えることが。そうなんですよ。
なんか殴る蹴るもされたらしいです、はいはい、そのやめるやめへん時にね、はいはい、復讐したろって周りには言ってたらしいです。で、金利で復讐をしていたと。金利で復讐していたらしいです。すごいですね。ものすごくほんまに賢いらしいです、うん、あの当時のファミコンとかの、はい、あのソフトのデータとか、はい、そういうこととかも全然できる人間らしいです。もしかしたら聞かれてるかもしれないですね。そうですね。わかりました、はい。